大人がやめてほしいことを注意してやめないときに優しい声かけがありましたらご教示ください。はい、大人として接しましょうって話が出てきたところにすごく通じるんじゃないかなと思うんですけど、なぜやめてほしいのかっていう事情をちゃんと言うようにしてます。これこれこれが困るんだとか、こうすると私どうしてもイライラするんだでもいいと思うんですけど、これはこれ私すっごい頑張ってきたことだから台無しにされちゃう感じがしてすごく困るんだとかっていう、やめてほしい事情を話しした上で、それでもやめられない場合は相手にも事情があるはずなのでそれを聞く。その上でどうって言って、いや、やめたくない。って話だったら、いや、やめたくない理由を教えてくれるって言って、一緒に共有点を見つけていきたいんですよ。なんで言うこと聞かないのって言うと、余計反発してきたり、っていうことが起こるので、私はこうだからやめてほしいよ。あなたはどう考えてるの？あ、それが嫌なんだね。じゃあ、これだったらどう？あれだったらどう？みたいなので、こう、じゃあ、夜9時まではいいよとか、いうのを一緒にルールを作っていく。その上で、これが絶対一発でうまくいくっていうわけじゃないから、ルール決めたらやってみる。やってみてうまくいかなかったら、またうまくいかなかったねと。その事情は何だろうね。で、私の事情はこうだった。で、次どうする、どうやったらうまくいそうなのかなっていう、トライアンドエラーってですかね。仮説立てて、やってみて、ダメだったらもう一回考えて、やってみて、みたいな繰り返しがすごく大事だなっていうふうに思います。今、のんちゃんがおっしゃってたようなことをデンマークでもやっています。で、それは対話的交渉術と言うんですけど、交渉って日本的とかアメリカ的に多分考えると陣取りゲームみたいなもので、いかに自分の取り分を多くするかっていうのが交渉というふうに思ってるかもしれないんですけど、デンマークの場合はいかにそこにいる人たちで交渉したい何かを持ってる人たちがいかにみんな全員が勝つかっていうか、勝ち負けではなくて、全員が何か今よりいいものを得られるかっていう視点で交渉するんですね。だから、そのために大事なのは、何が一番どうありたいかっていう、一番本当はこうしたいっていうものを、もう妥協も忖度もなく出して、でも、それがあるにもかかわらずできてないのは何かいろいろ理由があったり、なんか人との関係性とかがあったりするんで、じゃあ、これを達成して、みんなそれぞれこれを達成したいっていうものがあって、じゃあ、その中で、みんなのいい感じのところは、まあ、いろいろ落差があるけど、この辺だよねっていうのが決まったら、じゃあ、ここに持っていくために、プライオリティをつけるとしたら、自分が妥協できるところと妥協できないところみたいなものを出していって、それで最終的にできるだけなんかみんなのベストオブベストではないけれども、みんなのまあセカンドベストでベストに近いところを決めていって、まあさっきのんちゃんが言ったようにうまくいかなければまた1週間やってみて見直すとか2週間やってみて見直すみたいなことをやるんですよね。だからそういうすり合わせというか、いくっていうか合意形成みたいなことをうまくやっていくっていうのも、まあゲーム的にも面白いかな。ゲーム的に扱ってやっていってみるっていうのも面白いと思いますし、あとは大人がやめてほしいことっていうのが本当にその子がやめなきゃいけないことなのかっていうのも考え直してみるっていうのもすごい大事だと思います。大人の都合でなんか将来のなんかのあれだからやめてほしいとかいうことがあったりするけど、実は思い込み、大人の勝手な思い込みとかだったりすることもあるんで、本当になんで自分はやめてほしいと思ってるんだろうっていうのを大人の側が考えることも大事かなと思います。はい、ありがとうございます。まさに今智子さんおっしゃってた対話的交渉術、アドラーの考え方で、ほとんどの人が自分の思い通り、自分の都合をどう通すか、子供にどう都合を通されるかのこの二つチョイスしかないんですよね。アトラーは自分にとってどんな意味があるかって考えたとき、その人は不幸だし、自分と関わる人みんなにとってどんな意味があるのかなって考えたとき、幸せってアドラーの発想するんですよね。だから今まさに今、ともこさんおっしゃったように、お父さんお母さんにもこうしてほしい都合があるし、と君にもやりたくない都合があるんだけど、お父さんもお母さんもなんかさせたいわけじゃなく、言いなりになりたいわけじゃなく、ちょっと両方出して一緒に発想しないっていう前提を持つことなんですよね。で、最初に言ってあげたいんですよ。なんか言いなりにさせたいわけでもないし、だからといって好き勝手やっていいわけじゃないと。ちょっとなんか出してどうしたらみんなにとっていいか考えようよっていう前提で関わり続けると、向こうもそれは嫌だようになりづらいですよね。1日研修したらこの講座分元が取れちゃいます。せーの、イエーイ。